秋といえば読書の秋、ふんふん。秋といえばスポーツの秋、ほう。そしてそして秋といえばザ・カップ麺マスコット BC。 ティアラチャンネル、うん、買ってきました、買ってきました。まあね、食欲の秋だからね。そうだね、食欲といったらカップ麺。でもさ、こんだけちっちゃかったらさ、うん、いっぱい食べれるよ。ね、一度に5個とか、うん、全種類食べれるよ。うん。何が一番好き？うどんの。うどんとかラーメンとかそばとかの中で。うどん。うどん。え、なんもうどん。では一つずつ紹介していこう。うん。じゃあ一つ目、醤油のカップ麺です。醤油、醤油って書いてある。お、醤油って書いてある。そっちだ。そうだよね。醤油ヌードルって書いてある。あ、ヌードル。おお。なんかあれカップヌードルかな。ああ、あるよね。でもさ、うん、醤油ってさ、なんかローマ字書くとおしゃれにならん。なんか醤油じゃん。です。うん、じゃあ二個目。うん、これはカレーヌードルです。なんて書いてあるんだろう。カレー、カレー。カレー、カレー、辛いヌードルですね。3つ目、きつねうどん。きつねうどんって言ったらいいな、きつねかな。あ、りなちゃんはりなもきつね。きつねって、きつね、なんでキツネって名前がついてんだろうね。キツネみたいな色だから。ああ、ごめん、適当に言ったけど。キツネだろ。たぬきそば。たぬき、次はたぬき。たぬきそばって食べたことないな。え、どんななの。あ、食べたことあった。なんか丸揚げ、丸揚げ、唐揚げ。あ、上に乗ってるってなんていうの。かき揚げ。あ、食べたことある。美味しいよね。うん。そして最後はシークレット。カップヌードルみたいな形してるね。ね。で、これ気づいてますか？もう分かってると思うよ。気づくか。うん。味噌ラーメンの麺が出ていますね。あらららー。これはこぼしちゃったな。せっかく。こう食ったのね、多分ね。なんか大きかったら本当にね、うん、めっちゃさ、こうやってさ、スープの部分もさ、半透明でさ、なんかめっちゃ、あ、リアルやん。うん。でもこんな綺麗に落ちるんだね。こうしとったらドッキリできそうじゃない。うん。あー、カーペットの上に味噌ラーメンが。味噌の匂いがプンプンプン。なんとなんと中身が見えちゃうんです。覗き見、覗き見。じゃあ開けますよ、うん、3、2、1、ドローン。おお。これめっちゃプリプリする。おお。中身触ってみるよ。どうぞ。なんか小物みたいで怖い。触るよ、触るよ、触るよ。触って。あ、中身は硬いな。ちゃんとパッケージにね、うん、5分間、5分って書いてある。それでは3つ、一気に、うん、開けますね。よし、じゃあ、せーの。え、開けないと、開けないと。せーの。あ、これ、点線が書いてある。おー、あー、あー、いやー、残ってるわよ。からカップ麺。いやじゃあカレーも。あ、綺麗に。うまい。おー、美味しそう。うまいってそういううまい。うん。あ、おー。そこもね。うまい。見えな、下手くそ。あ、ここが使ってる。ちょっと触ろうか。これ触っちゃった。触りたくなるな、これは。これも触ろうか。あ、一旦も硬いね。うん、硬いけど。リアル、 リアル。ということで、ザ・カップ麺マスコット BC を紹介しました。Amazon で買います。